チャンネル四日市始まるよ。市民リポーターの田中みゆきです。あー爽やか。お出かけするのにいい季節になりましたね。あちこちでいろんなイベントがやってるからどこに行こうか迷っちゃいますよね。そんな時はチャンネル四日市を見て楽しむっていうのはどうですか。今回のあちこち四日市は四日市のゆるキャラたちが出てきますよ。どうぞお楽しみに。1、2、1、2。さーて、四日市にはたくさんのゆるキャラがいるのを皆さんもご存知ですよね。四日市市のキャラクター、まず小木湯道くんでしょ、消防署のラブちゃん、それからいっぱいみんな四日市市を PR するために頑張ってくれてるんですよ。そこで今回はチャンネル四日市アーカイブスの中から昨年4月に放送した集まれゆるキャラをお送りします。白熱したゆるキャラたちの戦いを鈴木智美さんの実況でお楽しみください。皆さんお待たせしました。チャンネル四日市初の内容とは、なんと今回は四日市のゆるキャラを大集合させちゃいます。小乳道くんでしょ、ラブちゃんでしょ、他にはのは誰？四日市にはまだまだゆるキャラがいるみたいです。そこで今回はゆるキャラ大運動会をしちゃいます。楽しみ。エントリーナンバー1、小乳道くん。小乳道くんは平成8年に市政100周年を記念して生まれた言わずと知れた四日市市のマスコットキャラクターです。四日市祭りやエキサイトバザールなど市内のイベントをはじめ県外にも出張して四日市市をみんなに知ってもらおうと活躍しています。エントリーナンバー2、ホーリンくん。レイサイドバンクと呼ばれている四日市競輪場、クジラ船のクジラを四日市競輪のマスコットキャラクターにしました。開設50周年に名前を募集して四日市のホーと競輪のリンを元にしたホーリンくんに決まったんですよ。エントリーナンバー3、ポッターくん。四日市の地場産品四日市ばんこ焼きを世に広めるために誕生したポッターくん。頭のモチーフはもちろんばんこ焼きの代表品目土鍋、そして体は炎を表していて火にかけられている土鍋のイメージなんです。土鍋がもっともっと普及して鍋料理による家族団らんの場が増えることを望んでいます。エントリーナンバー4、ラブちゃん。四日市消防のマスコットキャラクターラブは災害救助犬や盲導犬として活躍しているラブラドールレトリバーをイメージしました。皆さんが安心して暮らせる街になるよう消防士のラブちゃんも頑張っています。エントリーナンバー5、知恵フクロウ。知恵フクロウは市民消費生活相談室のマスコットキャラクターです。市民の皆さんが賢い消費者になるために啓発活動をしています。毎年1月下旬にあるみんなの消費生活展や5月の消費者月間に行われる街頭啓発活動などに参加しています。さあ、エントリーが終わったところでいよいよゆるキャラ大運動会の開催です。それじゃあみんなで頑張るぞ。せーの、さあ、ゆるキャラ大運動会、最初の種目は30メートル走です。実況は私、鈴木智美、解説は知恵フクロウでお送りします。よろしくお願いします。僕の友達ばかりだから任せて。
さて最初の種目は30メートル走ですが、ズバリ予想はどうですか？オッター君は足が長いから速く走れると思うんだけど、頭の土鍋から具がこぼれないか心配だな。ポーリン君はクジラだからね、走るのはどうだろう。いつもは海の中で暮らしているからね。そうなんですか、知らなかった。四日市競輪場は海の近くにありますからね。では他のゆるキャラはどう予想されますか？小乳道くんはいろんなイベントで頑張っているからフットワークは軽いと思うよ。東京で行ったイベントにも行ってたからね。東京まで行って PR 活動をしてたんですか？それはすごい期待できそうですね。おっと、ラブちゃんは衣装が変わっていますね。そう、ラブちゃんは消防、レスキュー、救急隊員に変身することができるんだよ。それに身長119センチ、体重119キロと119が揃っているんだよ。なるほど、119番ですね。うん、今は消防士になってるからゴールまですぐ駆けつけてくれるよ。なるほど。おっと、そろそろ準備ができた模様です。飛び出しました。1位はポッター君、ダントツです。続いて、フォーリン君とコニュード君争ってます。ラブちゃんは少し遅れています。頑張れ。さあ、どちらが勝つか。コニュード君2位、フォーリン君3位。そしてラブちゃんはゆっくりと走っています。頑張れラブちゃん、頑張れラブちゃん、頑張れ。ゆっくりとゴールしました。ラブちゃんは4位でした。それでは1位になったポッター君のところに行ってみましょう。ポッター君、優勝おめでとうございます。よく頑張りましたね。じゃあこの勢いで四日市萬古焼をもっと広めていってくださいね。おめでとうございます。いやー、知恵袋、最初の競技から白熱した可愛い勝負になりましたね。そうだね、やっぱり四日市のゆるキャラは可愛いです。だから僕も可愛いでしょ。あ、はい。さて続いての競技なんですが、あれ、小乳道くんどうしたの？なになに？ここで市長からのメッセージが届いているそうです。 VTR どうぞ。いやー、四日市のゆるキャラたち頑張ってますね。皆さんこんにちは。トッキーこと四日市市長の田中俊之です。この子たちは全国のいろんなところへ出かけていって、いろんなイベントで四日市を広くアピールするために大活躍しています。かくいう私もゆるキャラトッキーとして四日市のセールスマンとして活動したり、また四日市のホームページでトッキーの面白情報というコーナーがありますが、その中で四日市の面白い情報、また楽しい情報、役に立つ情報を市民の皆さんに向けて発信をしています。これからも四日市のゆるキャラは全国の皆さんに四日市の魅力を知ってもらい、そして四日市をもっともっと元気にするために頑張ります。市民の皆さんの応援をよろしくお願いします。トッキー、ありがとうございました。さて実はこれが最後の種目となります、ペットボトルボーリングです。もう最後？僕たちの可愛らしい姿がこれで終わりだなんて、知恵袋ショック。あ、はい。さてルールは簡単、誰が一番多くのペットボトルを倒すかです。まずは先ほどの種目2位の小乳道くん、この競技はどうでしょうか？知恵袋。そうだね、小乳道くんのイメージは
あの伝説の鬼うどんだから伝説パワーがすごいんじゃないかな。それに四日市をたくさんの人に知ってもらおうという勢いもあるからバッチリだよ。なるほど。おっと、そろそろ競技が始まりそうです。小乳道くん投げました。あ、なかなかいいコースです。4本倒れました。続いては30メートル走3位だったフォーリンくん、今度は小乳道くんの記録を破れるか。フォーリンくんはナイター競輪で夜までパワー全開だからいけると思うよ。フォーリンくん投げた。お、真ん中です。お、倒れました。記録1本です。さて、続いては先ほどの競技1位だったポッターくんです。おっと、ここで情報が入ってきました。なんとポッターくん平成13年10月7日生まれの現在10歳、身長107センチ、体重は 10.7 キロということなんですが、シェフクロー？うん、それはね、実は10月7日は土鍋の日なんだよ。それに合わせて誕生したってことなんだ。はい。おたくんいた。あー、ちくぼがあった。記録0本です。さあ、最後はラブちゃんです。また衣装が変わってるみたいですよ。おしゃれですね。うん、今度はレスキュー隊員だね。こんな感じでラブちゃんは衣装を変えながらいろいろなイベントで防火などの大切さをアピールしてるんだよ。ラブちゃんボールをパンチした。お、勢いよく倒れました。記録3本です。さあ、ペットボトルボウリングの1位は小乳道くんです。小乳道くんおめでとう。頑張りました。これからも全国に四日市のいいところを広めるために頑張ってくださいね。さあ、全種目も終わりましたが、チーフクロウいかがでしたか？いやー、よかったね。みんな頑張っていたし、それにあの可愛さいいよね。記念に写真撮りたいよ。そうですね。テレビをご覧の皆さんもいろいろなイベント会場で四日市のゆるキャラと写真を撮ってみてはいかがですか。実況は鈴木智美、解説はチーフクロウでお送りしました。皆さん、ゆるキャラたちの可愛らしい活躍楽しんでもらえましたか。今回の運動会のようにゆるキャラたちは四日市のためにいつも頑張っています。皆さんも四日市のために頑張るゆるキャラを応援してくださいね。みんな、これからも頑張るぞ。せーの、おー。いやー、すごい盛り上がってましたね。ラブちゃんの衣装チェンジはあったし、驚いたのがポッター君の足の速さ、すごかったですね。本当にみんな大活躍の運動会でしたね。こんな可愛いゆるキャラたちに会いたいっていう皆さん、ゆるキャラたちは四日市の魅力をお伝えしようと
いろんなイベントに登場してますよ。皆さんのお気に入りのゆるキャラにぜひ会いに来てくださいね。次回5月11日からのあっちこっち四日市はチャンネル四日市アーカイブスの中から昨年6月に放送した消防の秘密兵器をお送りします。ぜひ見てくださいね。